見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。ご機友人、スタイルアット代表取締役。新型コロナの感染拡大が始まって1年半。その間、コロナの専門家は数字を使った的な説明を怠ってきたように感じる。その対策にどの程度の効果があるのか、何に気をつけなければ、どの程度リスクがあるのか。そして、これまでの対策の成果はどうだったのか。こういったビジネスの世界では当たり前の検証がおろそかにされてきた。だが、論理不明な説明は国民を不安に陥れるだけだ。第5波が収束した理由も明らかではなく、コロナ専門家は狼少年化しつつある。それでは、私たちが知るべき情報は何なのか。以下、統計を専門とする筆者が明らかにし抵抗。関連記事 https://jupress.izmedia.jp/articles/678 https://jupress.izmedia.jp/articles/67 本当に怖いコロナ重症患者の死亡率コロナの予測モデルを作ってから毎日のように実績データを更新している。そこで気づいたことがある。重症者数は毎日減っていくが、ほぼ同数の死亡者数が発生しているということだ。重症者数は累計人数が発表されていないので、重症者数の減少が継続するようになった1年9月8日から重症者数と死亡者数の都の数字を比較したところ、重症者数が009人減少したのに対して、死亡者数は176人増加していた。重症者数が減る理由は回復するか、死亡するかの二者択一だ。ということは、重症化後、死亡する確率は 88%、イコール 176÷009、もある計算だ。ちなみに、厚生労働省が発表している重症化率は 1.6% で、死亡率は 1.0% である。この都の数値から計算すると、重症化した 6.5%、イコール 1.0% 割る 1.6% がなくなっている。いずれにしても、かなり高い数値だ。10月日時点で重症者数は0人おり、これに 88% をかけると178人、6.5% をかけると16人が亡くなることになる。ここで最も大事なことは、重症化すると病院では治癒させることができない可能性が非常に高いということだ。通常の病気ならば、入院したら一安心で、近いうちに退院できると思いがちだ。しかし、新型コロナの重症患者は少なくともそうではない。